先ほどの続きなんですけども、まあ電話をかけた時のその日付とか、まあ3月の26日火曜日、現在時刻11時35分ぐらいですね。で、まあテレビ局の人たちへ、またあの動画を探してほしいんですけども、そのまあ、雅子様がね、ハリキューマッサージは、それは医療じゃありませんって言ってる内容とかね、赤十字社の総裁として。で、あとは佳子様が僕の名前を出してね、その、初恋だとか、初恋の人であるとか、結婚を考えてる相手だとか、そういうふうな動画があれば、僕の名称の、入ってるものがあればそれを、アップロードしてもらえませんか。で、結局まあ今日は合わせるということですけども、まあ目がすごいですからね、そのどうなのかなっていうところ。今まで雨の日にね、雨の日ほど家にいる確率が高いから普通家に訪ねやすいもんなんですけども、これはテレビ局と佳子様へのメッセージなんですけども、雨の日に相手の家に行く時っていうのは誰か好きな人なんじゃないのっていうような話とかも聞いたことありません？好きだから雨の中でも会いに行くんでしょうみたいな話とか。向こうではバレたとか、なんかそんな音声が聞こえますけども、僕はバレたなんか一言も言ってないですよ。バレたって誰がバレたなんです？先の何か気温とか天気のこと、それとも何なんです？老人の方の男性の声で、バレたっていう声も聞こえているんですけども、それは、何がバレたんですかね、その建物の建設のことなのか。ちょっとまあその辺のことも今日は取り組んで、動画にアクセスできるようにはしたいなと思っています。そのアベノハルカスが、日本で一番高いビルとして第2位で、第1位が今神奈川県でしたっけ。で、東京かどっかの方でさらに高いビルを2つほど建設しようとしてたんでしょう。で、その工事止めてます。本当に中国の方で同じような形のビルの建設工事は止めたニュースが放送されたんですよ。それ日本の工事を止めたのか、なぜ本当のことを話ししないのかっていうことなんですよ。もう早急にテレビ局を合併して、対応するべきですね。情報のまず整理整頓。で、しっかり告知をすること。で、最高裁で、建設業界の人間に一切の建物を建設するのを禁止させること、被災地以外は。被災地でも何か高いビルを建てないように、大きさは5階建てまで、でエレベーターのないもの、これなんです。エレベーターのないところが重要なんですよ。あと駐車場をつけないこと。駐車場があるから車を置きたがるんですよ。まあ、とにかく、動画に関していろいろとちょっとアップロードテレビ局の方でしてもらえますか。その辺のところがなかった。これ世の中何もずっとまだこれが先26年30年何も変わらないままで、本当にもともとコンピューターが出してる未来予想図、僕は20歳の頃にね、1998年ぐらいの頃、日本テレビ放送も株式会社通称日テレで19時から21時までの放送の番組で、その未来の予想図として、エネルギーの採掘、石油とかガスの採掘が、止まって、で輸入、まあ採掘してる国に関して多くの量を他国に売るぐらい、そういった国に関してはまだ ある程度供給して自国でなんとか、賄ってどうにかこうにかっていうところの映像で、で輸入が止まった国から、物流が止まって、食料が、供給されなくなって、で、死んでいくと。
で、巨大なビルからは何百年という経過とともに、まあ数十年で草とか生えてくるんですけど、もう木が生えてきてる状態ですね。で、これは軍艦島の、もともとのコンクリート造りの6階建てかな、12階建てかな、まあそれぐらいの、コンクリートビルなんですけど、木生えてきてますよ。風で土とかがこう飛んできたりするじゃないですか。あと周りで草が生えてきたら、それが枯れた時にその肥料とかになっていって、で、まあ何原因かわからないですけども、木が生えてるっていうところはありますね。ということです。そういう、ちょっと待ってください。雅子さんはそういうふうにハリケーンマッサージの件を認めてないっていうところと、あと行政の人たちが、あと、訪問介護だけでいいと言ってる動画、そういったものはアップロードしてください。歩けなくなったら、老人ホームとか看取り病院で、連れ去り介護だということを、裁判所で、しっかりと判決があったはずですので、それちょっと探してもらって動画でアップロードしてください。それ検索ワードどうしましょう。とにかくそれも、テレビで何年前のと、こういった内容が今でも続いてると言われてますみたいな形でね、何年前のいついつにこういう判決がありますって、ちょっとテレビでもう一回放送しましょう。だからテレビの放送の仕方も今、しっかりと、変えるように今言っています。一応ね、エネルギーの残存量問題とその物流ストップの話をしたら、さっきよりもだいぶ明るいでしょ。雨はまだ降ってるんですよ。これが現実です。いつまでたっても、事実を認めない大学の教授いりません。